コンビニ、キヨスキ、主な書店で。同心、ヘッドラインニュースを終わります。北海道日本ハムファイターズの稲葉渡です。遺体の知れない薬、それは大麻やコカインなどの日本薬に使うかもしれません。それはあなたの心と体を傷つけ、大切な未来を壊します。ダメ、絶対、薬物乱用。一つの命を大切に、北海道日本ハムファイターズは薬剤師会とエアジン。全部のマックカードをお届けしますので、楽しみにしててください。そして定期トップ味わってみてくださいね。さてさて、話題のテキサス2いいですか。ここで食べてしまって、私山田も。そうなんです、実は今スタジオ店内はテキサス2が届いているので、早速それではいただいちゃいます。さようなら、いただきます。うん、あ、おお、シャキシャキ。皆さん、会場は家で B.I.G. アトアーク A.I.I.G.CO.JP まで。正解した人の中から1人を当てる5000円分のマックカードをプレゼントするよ。タイムリミットは今から3minutes. OK. Let's try it. It's a big dream. See you soon. ミスターテキサスは自分のフルネームを言うのを諦めたんだね、最後にして。アメリカンドリームクイズミスターテキサスから出題されましたが、これがラストチャンスとなります。皆さん参加してください。しかしミスターテキサスのキャラ同然、この問題もなんとなくうさんくさいというか、スティーブ・ジョブズが一気に同然の暮らしをしていた時代、生活費を稼いでいた手段は次の3つのうちどれでしょうか。